Spinner。 おはようございます。ケリーアンです。2月27日火曜日、世界で今起きていること。スウェーデンの NATO 加盟をめぐり、すべての加盟国による承認が得られました。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。NATO は32カ国に拡大。ハンガリー議会は26日、スウェーデンの NATO 北大西洋条約機構加盟を承認し、スウェーデンの加盟が実現することになりました。スウェーデンはロシアがウクライナに侵攻したことで、2022年5月にフィンランドとともに加盟を申請しましたが、トルコが両国のクルド系亡命者の扱いなどをめぐって反対。またハンガリー首相のビクトル・オルバンが独裁的な傾向を強めていることにスウェーデンが懸念を表明したことを受け、ハンガリーも仕返しとして加盟承認を意図的に遅らせていました。オルバンは昨年10月にプーチンと会談するなど、親ロシア的な姿勢が EU 加盟国から批判を浴びています。インドの宇宙飛行士が決まった。インドが2025年の実現を目指す有人での宇宙飛行計画について、志願者の中から選び抜かれた宇宙飛行士4人の名前を地元メディアが報じています。インド初の有人宇宙飛行船として開発が進められているガガンヤーンは3人乗りの宇宙船で、昨年には緊急脱出システムのテストに成功したことが報じられていました。インドは同じく昨年8月、月探査ミッションチャンドラヤーン3号で初の月面着陸を成し遂げ、アメリカ、旧ソ連、中国に次ぐ4カ国目の成功国となっています。インドの首相ナレンドラ・モディは本日27日にも、インド最大の IT 都市の一つ、ティルヴァナンタプラムにあるイスロ、インド宇宙研究機関の宇宙センターで会見を行い、彼ら宇宙飛行士をお披露目する予定です。また一つデジタルメディアが閉鎖される。アメリカのカルチャーメディア、ヴァイスがサイトの更新を停止したことが話題になっています。ヴァイスを運営するヴァイスメディアは昨年5月、日本の民事再生法に相当するアメリカ連邦破産法の適用申請を行っていました。またヴァイスメディアは今週中にも数百人規模のスタッフの解雇を行う予定だと報じられています。 CEO のブルース・ディクソンは先週、従業員向けに送ったメモで、ヴァイスの廃止に加え、5年前に買収したメディアリファインリー29の売却についても協議を進めていることを明らかにしています。 FTC はスーパーマーケットの合併を阻止したい。 FTC アメリカ連邦取引委員会などが提訴したのは、スーパーマーケット大手のクローガーによる競合アルバートソンズの買収計画です。この計画は246億ドル規模で、実現すればアメリカ史上最大のスーパーマーケットの合併になるとされています。アメリカの食品価格は過去4年間で 25% 上昇しており、 FTC は合併によって食料品価格のさらなる高騰を招くほか、従業員が賃上げなどを交渉することが難しくなると主張しています。一方、スーパー側はアマゾンやウォルマート、コストコに対抗するためには必要な合併だとしています。 BYD はフェラーリにも負けない車を発表。中国の電気自動車大手 BYD が純電動スーパーカーヤンワン U9 を発表しました。最高速度は時速 309.19 キロで、 2.36 秒で時速100キロに到達可能。フェラーリのハイブリッドモデルは 2.5 秒で時速100キロまで加速できるとされており、これに匹敵する性能です。 BYD の U9 の価格は168万元、日本円にしておよそ3500万円で、まずは中国市場向けに販売します。一方、ブルームバーグは自動車メーカーの誘致を目指すイタリア政府が BYD に接触していると報じています。
3500万円の電気で動くスーパーカー、心をくすぐられる方も多いかもしれませんね。皆さんは乗ってみたいですか？ぜひ SNS でハッシュタグデイリーブリーフをつけて教えてください。ケリーアンでした。Have a nice day!